ゆうとび、本日の動画はこちらでございます。カメラを買うべきじゃない人の特徴ということで、早速喋っていきましょう。はい、ということで本日はカメラをね、買うべきじゃない人、これについてね、話していきたいなと思います。この前ね、カメラを迷ってる方に向けてカメラの魅力の話をしたんですけども、逆にね、この買うべきじゃない人、買おうと迷ってる方でこうデメリットとか買っても意味ないんじゃないかっていう話、そういう話もね、聞いたい方っていると思うんですよ。で、かつね、そういうデメリットとかその反対の意見っていうのも聞いておいた方が、実際にね、買う時とかまた違うことが見えてくると思いますので、今回はね、逆点の発想で買うべきじゃない方、こっちのね、視点でね、話していきたいなと思います。いや、もうほんまにもうスマートフォンとか iPhone でも写真綺麗に撮れるし、カメラなんていらんのじゃないのかっていうね、思うと思うんですよ。カメラ買って何がどう変わんねんと、写真正面そんな変わらへんのちゃうんかと。まあそんね、ほんまもうほんまその通りなんですよ。ほんまこのね、iPhone とかスマホについてるカメラ超優秀なんで、これでほんま十分といえば十分。まあでもね、ただもうこの動画を開いたということはね、皆さんもうカメラがやっぱ欲しいなってちょっと思っちゃってる皆さんだと思いますんで、もうね、そういう方に向けてちょっとね、話していきたいなと思います。ということで早速喋っていきましょう。はい、ということでカメラをね、買うべきじゃない人、今回はね、3つのパターンに分けてね、喋っていきたいなと思います。まずは1つ目、このパターンの人、撮りたいと思うものが全く決まってない方です。で、その中でも特にこの一眼レフならではの写真を撮りたいと思ってない方、こういう方に関してはね、本当に危険です。買わない方がいいと思います。例えばこう、一眼レフならではのボケ感を撮りたいとか、星空を撮りたいとか、シャッタースピードを遅くして滝をきれいに撮りたいとか、なんとなくのほんまやっぱ一眼レフならではの写真を撮りたいと思ってる方じゃないと買ったらね、やっぱね、失敗すると思います。そう、もうほんまにね、もうさっき言ったけど、やっぱね、 iPhone、 スマートフォンめっちゃ綺麗に撮れるんですよ、写真って。ほんまね、もうこのカメラマジ最強なんですよ、こいつ超最強カメラです。こいつらは小さくて軽くてポケットにも入って綺麗に写真が撮れるという、ね、非常にね、高性能ねカメラがついてるんですけども、この iPhone、 スマートフォンで写真を撮ってて、それでね、全く問題ない、これの方が綺麗やろとか、 iPhone のあのボケの AI を使ったボケ機能とかで全然よく違いが分からへん、十分やと思ってる方に関しては買わない方がね、いいと思います。やっぱりね、この一眼レフとかミラーレスを買うっていうことは、この iPhone では撮れない写真が撮れるっていうのがね、魅力なんですね。だからこそこの iPhone では満足できてない方や、この iPhone とかでは撮れないような機能を使った写真を撮りたいなって思ってる方、そういう方にね、ぜひ買っていただきたい。ほんまそうじゃないとね、結局やっぱね、カメラを買ったはいいものの、 iPhone でいいやんと思っちゃってね、カメラをね、使わないっていうね、ことに陥ってしまうかもしれないので、やっぱりまずやっぱカメラ、一眼レフ、こんな高いものを買うということなので、なんとなくね、こんなものが撮りたいっていうのは考えておいた方がいいかなと思います。まあかといってね、こんなカメラを一眼レフとか買う前に何が自分撮りたいのかなんかね、分からない方が多いと思うんですよ。で、あと2つ喋るんですが、こんま全部当てはまる人に関してはほんまね、買わない方がいいと思うんで、まあ次のね、ポイント、2つ目のポイントもね、聞いていただきたいなと思います。もうこれほんまね、2つ当てはまった時点でほんまやめといた方がいいかもしれないので、次ね、2つ目話していきたいなと思います。ということで次、はい、ということで次なんですけども、カメラをね、買うべきじゃない人、2つ目のポイント、これがですね、カメラ、この一眼レフとミラーレスとか、これをね、なんとなく持ってみたいなとも、なんとも思ってない方、こういう方もね、買わない方がいいと思います。もうほんまね、なんとなくほんまとにかく写真をきれいに撮りたいとか、動画をきれいに撮りたいと思ってる方に関しては、この機材を変えるよりは、このほんま今持ってるね、スマートフォン、これを使っていかにどうやったらきれいに撮れるのかっていうのを学ぶべきだと思うんですよ。 iPhone でもね、ほんまクリエイティブな写真とか動画ってもういくらでも撮れるんですね。ほんまApple の CM見てくださいよ、あんな映画みたいな映像撮れるんですよ、 iPhone で。なのでこう、まあ綺麗な写真映像を撮りたいなって、とにかくそれだけ思ってる方っていうのは、まずはね、この今持ってるこれを使ってね、頑張ってみてください。なんでほんまこれでも綺麗に撮れるので、このカメラをね、買ってしまう失敗するポイントとして、やっぱりもう重たくて大きくて持ち運びとかめっちゃ苦労するんですよ。で、かつ写真1枚1枚撮るためにやっぱ設定とかもいろいろ考えないとダメなんで、結構ね、いろんな意味でね、手間がかかるんですね、カメラって。ただこのカメラをね、買う時になんかもうもはやファッションの一部とか、とにかくちょっとこのカメラを持って
ってみたいな、カメラを触ってみたいな、カメラを持ってる自分ちょっとなんかかっこいいな、おしゃれやなとか、そんな気持ちでもいい。カメラをなんとなくちょっと持ってね、あの外に出かけたいなとか思ってる方に関してはね、絶対買うのはありやと思います。そういう方に関してはちょっと重たかったりちょっと手間があったりしても、そういうものをね楽しめると思うんですよ。ただ逆にそういうなんかカメラ持ってる自分おしゃれとかも全く思わへん、どうでもいいとか、カメラのなんか一時設定するのめんどくさいとか、カメラ自体にねあんまり魅力を感じなかったり、カメラを持ってる自分に魅力を感じない方とかに関しては、別にね買ってもあのほんま持ち出さなくなると思います。ほんまこんな重たいね、こんなもん誰か好んで持ち歩くねんって思うんですが、やっぱりね YouTube もさ、やっぱなんかこうカメラを持ってさ出かけたりするのも楽しいし、大学自体はさカメラをここにぶら下げてさ、なんかあのみんなと旅行行くのも楽しかった、なんかちょっとかっこいいじゃないですか、カメラ持ってたら。そういうやっぱちょっとね正直自己満な部分もある、カメラはもう写真なんてほんま自己満の世界やで、それをいかに楽しめるか、ちょっとした手間とか重さとかも楽しめるのかっていうのは非常に重要なので、そういうもうカメラとかそういうもの自体に魅力を感じない方っていうのはほんまにね危険なので、買わない方がいいかなと思います。そう、逆にねこのもう言うとみたいにね、あのカメラをね持ってなんか外出てんの楽しい、それでそれしてる自分が好きみたいな方に関しては、ほんまにねいくら重たいカメラだったとしてもね楽しんで持ち運べるようになりますんで、特にこの2つ目のポイント、これに当てはまるか当てはまってないのかね、結構カメラをね長く楽しむか重要だと思いますんでね、一度ね立ち返って考えてみてはいかがでしょうか。ということで最後3つ目話していきましょう。ということで次、はい、ということで次なんですけども、最後のポイントですね、カメラを買うべきじゃない人、最後はこちら、クリエイティブなことをね楽しめない方、こういう方に関してもねあの買わない方がいいかなと思います。クリエイティブを楽しむってどういうことかと申しますと、まあほんまにあの、まあ、言ったら小学校の時とかに図工とか美術を楽しめた方、こういう方はねいいと思うんですが、そういうなんか絵を描いたりレゴで遊んだり、そういうね美術的なクリエイティブなことをねあんまり楽しめなかった方に関してはね、まあそんなに合わないかなっていうのは正直ありますね。カメラやっぱりね、この一眼レフ、この一眼レフっていうのはね iPhone とかでできないような、もういろんな設定ができるんですね。いろんな設定もできれば、いろんなカメラの種類があって、いろんなレンズの種類がある。だからこそね、もう野鳥を撮れたりとか、昆虫めっちゃ小さいマクロ写真を撮れたりとか、美味しそうな料理の写真を撮れたりとか、めちゃくちゃ綺麗な星空の写真を撮れたりとか、そういったものをほんま自分なりの設定で誰とも被らないようなね写真構図とかも無限にあるんで、もうほんまね、もう考えることがめちゃくちゃいっぱいあるんですね。そしてもうできる写真表現なんてもう無限にあるんですね。F 値やら露出補正やらシャッタースピードやらいろいろあるんですけども、そういう細かい設定をして、そういう写真スポットについて、その自分なりにねこう設定をいじくって、自分なりに綺麗なと思うものをねこう作り上げていく時間、あの時間がやっぱ楽しい。で逆にね、そういうやっぱねなんかクリエイティブな、そういうなんか発想とか考えとか、どうしたらどう綺麗にできるんやろみたいなことをねあんまり楽しめない方っていうのは、一眼レフとかそんな重たいもん持ってもね、微妙かなと思いますね。シンプルにもう iPhone でカメラ向けてパシャって撮った方がほんま早いんで、ほんまねこのカメラってできること多いですよ皆さん。ズームもできれば、レンズを交換もできれば、縦構図にしたり横構図にもできるわ、シャッタースピード遅くしてねこの滝をね糸みたいにできるわ、ほんまねもう無限にできますんで、そういったね過程を楽しめない方っていうのはね、いやこれもまたねカメラをね結局買って使わなくなっちゃうかなっていうのはね思っちゃいますね。もったいない、絶対そういうとこもね楽しめるのがこのカメラ一眼レフミラーレスの魅力なので、そういうねことを楽しめるかどうかっていうのをね皆さん一度ね考えてみてはいかがでしょうか。こんな映像 iPhone で撮れないですからね、こんな背景トロトロの感じ、こんなんしてね適当にとりあえずカメラを向けたら、おこんな綺麗に見えるんやみたいな、こういうところにね感動を感じれる、クリエイティブな感動を感じられる方っていうのもね、そういう方に買ってほしいですね。はい、いやもうほんまねこうやってなんか適当に歩いててさ、なんかおこれとかもめっちゃいいやん、なんかなんやろねこれみたいな感じでね、こうやって見てね、おこうやってカメラを向けたら頭ボケするやんけこいつらみたいな感じで、こういうのをね考えられる方、こういうのを、ね、楽しんでね楽しめる方、ぜひ買っていきましょう。ということでもう喋ることないので終わりまーす。はい、ということで本日はちょっと視点を変えて、カメラを買うべきじゃない人のね話をしてみたんですけども、皆さん当てはまってましたか？これねもう当てはまりすぎたらほんまにね買ってもなんかもう重たくて全然持ち出さずに、ね、使わなくなる方っていうのがね多いと思いますんで、3つのポイント、この一眼レフならではの写真を撮りたいなってなんとなくも全く思ってない方、カメラ自体にあんまり魅力を感じてない方、カメラを持ってる自分にあんまり魅力感じない方、そしてクリエイティブなことを、ね、楽しめない方、この辺に当てはまって
てる方はね、一回やっぱりちょっともう一回 iPhone でどうにかできへんかなっていうのもね、考えてみてはいかがでしょうか。ただでもほんまこの3つを聞いて、逆にあれこれ自分当てはまってないし、これもやっぱできた方が楽しいやんって思った方もいっぱいいらっしゃると思いますので、そういう方に関してはね、ほんまにもう自信を持って買ってください。もう自信を持ってね、もう胸を張ってね、ヨドバシカメラの自動ドアね入っていってください。店員さん呼んでね、これこれ言うてね、カメラ手に入れてください。非常に楽しい世界が待っておりますので、一旦とりあえず買っていきましょう。そんでね、さっき言ったポイントね、逆にもう当てはまっちゃってる方もいると思うんですが、そういう方もね、一旦買ってみてもいいと思います。それ自分当てはまっちゃってるわと思っても、でもやっぱなんか綺麗な写真撮りたいなとか、まあ、お子さんのね運動会とか綺麗に撮りたいなとかいう方に関しても、まあ、買ってそうはないんですよ。売ればねいいんで、売れるんでカメラって。実際に、ね、まあ、新品で買ったカメラだと、ね、そんなに変わらない価格でまた売るときに、ね、ヤフーショッピングとか使えばね、そんなに変わらず、ね、値段ついてね売ることできますんで、まあとりあえず当てはまってる方も当てはまってない方もね買っていきましょう。その後は僕は何も知らないです。責任取らないです。とりあえず買っていきましょう。ということで、もう喋ることないので、もう皆さん写真楽しみたいなと思ったと思いますんで、帰ろうと思います。皆さんぜひチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。さよなら。バイバーイ。4月5日火曜日、ニューキのゆとみです。おはようございます。ちょっとね、今からスペシャル映像を言うておりましたがね、その映像を流させていただきます。ただね、ちょっとこれ詳細についてはあさって金曜日また夜にね、それについての動画アップしますんで、とりあえずなんかめっちゃ綺麗なね、非常に素晴らしい映像が流れますので、皆さんお楽しみに。そしてまたあさっての今から流れる動画についての動画、またこれもね楽しみに待っていただきたいなと思います。ということで早速見ていきましょう。ゆうとび、皆さん写真生活でこんなお悩みございませんでしょうか。写真を撮りに行きたいけどね、どこを撮りに行っていいかよくわからない。写真を撮りに来たはいいもの、どこをどう切り取っていいかがわからない。現像するとき自分なりの色をどう出したらいいか、どういう風にスライドを動かしたら綺麗な写真ができるか、そういうね、どこをどうしていいかわからないっていうね、お悩み結構持ってる方多いと思うんですよ。実際にね、ゆうといもね、そうでした。そんな悩み、ゆうといもいっぱい持ってたんですけども、皆さんからのね、リアクション、いいねとかいっぱいもらってるおかげで、ずっと写真を続けてこられました。そのおかげでね、今しかも写真だけで生活できるようにもなりました。皆さんのそういった悩み、気持ちっていうのがね、すごい理解できる、分かってるつもりなんですよ。なので、そういう悩みっていうのを解決できるクラスになりました。今まで YouTube で話してこなかったようなめっちゃ細かいポイント、でも細かいけども非常に重要なポイントっていうのを分かりやすく噛み砕いて皆さんにお届けしていきます。ただ写真を学ぶだけじゃなくて、楽しんで学べる、ゆうとびのね写真の全てが分かる、そんなクラスにしております。このクラスを受講していただいた皆さんの写真生活、写真ライフをより楽しいものに変えていけると嬉しいです。ゆうとびのユアスクールへようこそ。